切られて首吊るされて、なんで首切らないといけなかったのかみたいなので、まずそこですね。でその派手なパフォーマンスの一つとして、平家のなんか名代として伊豆地方を治めてた大場景親か、この人を見せしめじゃないけれども、そういう意味でちょっとこう吊るさなきゃいけないことだったんですよね。次の質問なんですけど、甲斐にいる武田さん、あの人も源氏の人。そうですね、もともとだから源氏をこう遡っていくと、はい、清和天皇っていう方にたどり着くんですよ、うん、清和天皇のお子さん子孫がそれぞれこう京都から離れていろんなところの役人として散っていったりして、だから源氏は清和源氏、それに対して平家は桓武天皇から派生しているということで桓武平氏っていうんですけれども、うん、で源氏がいろんなところにいて、でこの鎌倉時代のストーリーとして割と大きいのは甲斐の武田の源氏ですよね、うん、この方とあと木曽義仲っていう、はい、源義仲公、まさに大河ドラマでね出てきましたね、出てきましたけども、木曽義仲公と、はい、まあそこら辺が三本柱としてなんか最初は出てくる感じかな。だから全国にね散ってたりするんですね、うん、で甲斐の武田はそのまま戦国時代の武田信玄にもつながっていくし、うんうん、やっぱ武門のなんかこう誉れというか有名な一族として源氏の血を引くみたいなことはあるんですよね。源氏の家系って同じ家系の人なんですけど、ライバルというか武田さんもなんか抜け駆けしようとしてる、がっつりみんなこう味方で協力しようっていうよりはちょっとこうライバル、同じ家系の人でも争ってる。そうなんだよね。なんかね源氏の一族はね、はい、もうちょっと前の時代からねなんか親子兄弟で争うんだよね。うん、なんか血縁のね、はい、なんかこう肉親のね仲が良くない、うん、なんでか分かんないんだけど、武士の喧嘩だからもう殺し合いだよ、はい、っていうのはよくあったりしたんですよね。だ本当はね甲斐の武田も木曽の義仲もね頼朝公も全部なんか助け合っていけば盤石ななんかね源氏の世の中を作れたのに、うん、これがなんかね仲が良くないんですよね。うん、なんでな、なんでやろう ね, ねやっぱりちょっとこうああやって武器を持って戦うような人は独立心が強いというか、うん、血気盛んなのかね。であと棟梁もね別に決まってなかったからね、はい、代々こうね長男この人が棟梁だみたいないうのがはっきり決まってれば、うん、ここまで争いもなかったかもしれないけど、うんうん、頼朝公自体が長男でもないし誰が棟梁源氏の棟梁っていうのは決まってないから余計にだろうね。なんかねそれに対して平家はね、まあ平家がクローズアップされた時代が清盛公の時代だけっていうのも大きいんだけど、清盛公っていうカリスマを中心に兄弟親戚仲がいいんだよ。逆なんだ、これ不思議なんだよね。平家はなんかね割とファミリーでね仲が良くて助け合う感じなんだ、はい、その代わりなんかこう武将タイプの人は少ないんだけど、まあ、清盛公を一つなんかこう頂点にしてぐっとこう一つにまとまるみたいなのは平家なんかあるんだよね。うん、それに対してもなんか源氏はもう喧嘩ばっかり兄弟喧嘩ばっかり、なんか身内だったら仲良しというかね、なんかそういうイメージが勝手にあったんで、うん、なんか家系の人やのになんでここバチバチしてんのやろうみたいなのが最初からこう見てて、なんかちょっと見てて、そうだよね、うん、けどここは謎なんだよね実際、そのだいぶ前の世代からもう兄弟同士で争ったりとかいうのもあったしね、うん、相変わらずそこら辺は鎌倉時代もあったみたいですね。うん、もうそういう家系なんですよね現実。ねえ、うん、なんかそう客観的に見ると不思議だよね。うん、ですよね、うん。なるほど。まあその後もね、なんか源氏を名乗るあの家系の武将たちはいっぱい出てきて、佐竹とか例えば足利尊氏とか、あの三田とかも全部ずっとこう上をたどれば源氏につながるみたいな。うんうん、人たちがやっぱ多いんですよ、うんうん、相変わらず仲悪い感じですよね独立心が強いというか、はい、なるほど、はい、そんな感じです、はい、ありがとうございます、はい、
次のちょっと質問なんですけど、藤原の秀衡さん、うん、あの方がちょっとよく分かってないというか、ここがね、先ほど言った前9年後3年、はい、ここにつながってくるんですけれども、